広尾町市街地広尾町中心部周辺の空中写真。1977年撮影の8枚を構成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ラッコ岳より俯瞰する札ラッコ川の V 字国と、十勝港広尾町は北海道十勝総合振興局南部にある町。町名の由来はアイヌ語の ピロロ、ピオロ、ピル一潔、ピラオロなど諸説ある。受賞総合振興局の最南端に位置する。西部は日高山脈に由来する山岳、東部は太平洋に接する。地震の多いところである。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口霊人の消滅集落となっている。広尾は赤字、東、奥江ぞとした地で、 東南広川に添える、旧土人が住んだ一集落である。当初、正木藩市、柿崎クランドの旧地であった。バクリ、小林宇治郎が海に沿って、東高釧路に達する振動を開くに及び、初めて陸路交通の美を得る。完成の頃から、十勝国全部を十勝場所と称し、会所を広において支配人に、納税や宿泊等の取り扱いをなさしめた。 安政六年、仙台藩の寮となり、目付、大官、官場方等が妊婦を伴い来て、丸山の麓に陣屋を構え、農家、大工、小引き等を移住させ、国際等の施策をなさしめる。同年九月鹿児島藩寮となり、同年転じて、田安、一橋寮高下に分属され、田安家は、美幌川井北、門別川の間を領し、 薬宅を最寄りに、一橋家は、微幌川井南より美立タヌ家までを漁し、薬宅を、温調津に設けた。1871年、田安、一橋領家の支配をやめた。基幹産業は、漁業、農業、落農、とかち港がある。大日本特農家名館によれば、最寄り村の特農家は、田中公平、中村治さん、松本志郎、鈴木久太郎、 塩伝達之助、高木東作、塩崎正一郎、堀重松、岩佐伊三郎、坂井玄二庭桑次郎、長沢七次郎などである。並行された学校かつては、広尾線が通っていたが、1987年2月2日に廃止されている。町内には、豊二駅、野塚駅、新生駅、広尾駅が設置されていた。 天馬の橋通し定有形文化財町の文化財、ありがとうございます。